このメカニズムを知らないから太ってしまう。こんにちは。看護師保健師の松田理恵です。今回の動画では、衝撃、知らないと絶対に損する、あなたが太るメカニズムというテーマでお伝えをします。いざダイエットを頑張ろうと決意しても、なかなかスムーズにダイエットが進まないという方多いと思います。ただ、ここで皆さんに一つ質問があります。 そもそもなんですが皆さんは自分が太ってしまった原因っていうのを正しく理解しているでしょうか食べ過ぎだから運動不足だから年齢のせいなどいろいろなね原因が思い浮かんだかもしれませんしかしこれらはすべて太ってしまう一番の原因ではないんです逆に言えば太るメカニズムを正しく理解していればダイエットを効率よく簡単に健康的に進めることができますよ とということで、今から科学的根拠に基づく太るメカニズムを分かりやすく解説していきますね。まず大前提として太る原因は摂取カロリーが消費カロリーを上回ってしまうことにあります。そしてこのカロリーというのは糖質タンパク質脂質という3大栄養素にしか含まれていません。ここをまず、ね、押ささえてておいてください。くだ 特に糖質や糖質×脂質というのは脂肪になりやすくエネルギーとして消費しきれない場合一旦肝臓や筋肉などのタンクに予備のエネルギーとして蓄えられます。なので筋肉量が多い人はこのタンクの容量も多いんですね。 そしてこのタンクに入りきらなかったものは中性脂肪として血液中をうようよう漂っている状態になるんですただこの中性脂肪がエネルギーとして使われない状態が1週間から2週間ほど続くとついに体脂肪として身についてしまうんです そして皮下脂肪や内臓脂肪などの体脂肪として存在している発色脂肪細胞というのが脂肪の蓄積に特化した細胞でブクブクと肥大することで太って見えてしまうんです反対にエネルギー不足になると溜め込んだ脂肪を分解して脂肪酸へと変化することで細胞外に放出されます そして脂肪酸は血流に乗って全身の筋肉や褐色脂肪細胞へと運搬されエネルギーへと変換されます脂肪燃焼というのがまさにこの状態このように摂取カロリーと消費カロリーのバランス崩壊が太る主な原因なんですじゃあやっぱり食べ過ぎが太る原因なんだと思った方もいらっしゃるかもしれませんが必ずしもそうではありません なぜなら食べる量が多いイコールカロリーを取りすぎているというわけではないからですというのも野菜、海藻、キノコなど低カロリーなものであればたくさん食べたとしてもカロリーを取りすぎる心配は少ないですからねなので食べているものの量ではなくって内容が大事なんですただ食べ過ぎが太る原因ではないのならやっぱり運動不足が太る原因なのではと思った方も多いと思います えしかし運動にによる消費カロリー量といいうのは想像以上に少ない例えば1時間のウォーキングで消費できるカロリー量は1 5 0キロカロリーから3 0 0キロカロリー程度しかなくこれはご飯1杯分がそ,れより少ない量それにもかかわらず運動をするとその安心感から逆にいつもよりお菓子やこってりしたものを食べてしまうというケースも多いですよね。 過去の私も運動したらご褒美を食べるということを繰り返していたので運動ででのダイエットは失敗続きでした。実際ワシントン大学の研究によると有酸素運動のみのダイエットと食事を整えるダイエットで1年後の体脂肪というのを比較したところ食事を意識したダイエットの方が体脂肪が落ちるスピードが3倍以上速かったそうです。 なので消費カロリー量が少なすぎて太るというよりは摂取カロリーーの量がが多多いせいいいいせでで太っっってててしまっているっていうケースが多いんですね実際運動による代謝量というのは代謝全体の1割程度しかないと言われていますというのも代謝の7割っていうのは基礎代謝が占めているからなので先ほどもお伝えしたように加齢によって基礎代謝が低下したことが原因で太ってしまったと考えている方も多いですよね。 確かに基礎代謝というのは10代の後半をピークに年齢を重ねると低下していきますただこの差というのは想像以上に少なくって食事の内容を少し気をつければカバーできる程度しかも何歳からでも基礎代謝を回復させるということはできるんです実際私のダイエット講座の受講生様は40代から60代の方が特に多いんですが皆さんしっかり痩せることができていますこれらのことから太る主な原因は食事の内容 最も効率的に痩せる方法は食事改善ということがもうお分かりいただけますよねそうは言っても痩せるためには具体的にどんな食事を食べればいいのかわからないと思った方も多いと思いますそこで続きましては痩せるための具体的な対策を3つご紹介していきますこの方法は簡単なのに普遍的なダイエットの基本になってくるのでぜひ参考にしてください痩せるために必要な3つの対策1つ目です カロリーバランスを整える先ほどもお伝えしたようにカロリー源というのは糖質脂質タンパク質という三大栄養素にしか含まれていませんそして日本人は特に脂肪の蓄積につながりやすい糖質と糖質×脂質を摂りすぎていてタンパク質不足の人が多いと言われていますなんと日本人のタンパク質摂取量は戦後と同程度だそうです しかもタンパク質というのは、痩せ体質を作る上で欠かせない栄養素。なぜならタンパク質は代謝の維持・増進に必要な筋肉の材料になるから。その上、タンパク質は食欲を抑える効果もあるんです。実際、オックスフォード大学の教授によって、人は1日のタンパク質の必要量を満たすまで食事を取ろうとするという理論が提唱されています。 では具体的にはどのようなバランスを意識すればいいのかというとタンパク質は1食につき手のひら分程度これぐらいが目安で糖質は1食につき拳1つ分程度を目安脂質は生の良質なオイル小さじ1杯程度で加熱オイルは控えめにを意識することがおすすめです。簡単ですよね。 えちなみに糖質と糖質×脂質の取りすぎが脂肪につながるならできるだけ糖質は取らない方がいいんじゃないと思った方もいらっしゃるかもしれませんが糖質は健康的に生きる上で欠かせない三大栄養素の一つであって適量の糖質を取って血糖値が上がることで満腹感を感じられるので糖質を完全にカットすることはお勧めできません。 実際ある研究によると摂取カロリーを揃えた上で糖質制限ダイエットやその他のカロリー制限法を比較したところ糖質制限ダイエットだけに特別なな効果果があるというう結果は得られなかったそうです。このことからどれか1つのカロリー源を極端にカットするのではなくってカロリー全体のバランスを整えていくっていうことがね重要になってくる。 ただ糖質を摂りすぎると血糖値が急上昇することで血糖値を下げるために糖が脂肪として蓄積されやすくなるのでより太りやすくなるっていうのは事実ですその上この血糖値の乱高下によって食欲や甘いもの欲求も暴走しやすくなるんですなので糖質は先ほどお伝えした適量を意識してお菓子ではなくってご飯オートミール芋果物など良質なもので太るようにしてみてくださいね 痩せるために必要な3つの対策、2つ目です。野菜、キノコ、海藻を積極的に取る。先ほどお伝えしたように、いくらカロリーのバランスを整えようと意識していても、その他の栄養素が足りていないと、どうしても糖質、脂質、タンパク質のカロリー源ばかりを取りすぎてしまいやすくなります。 そこで先ほどもお伝えしたような低カロリーかつ栄養豊富な野菜、きのこ、海藻などを積極的に摂ることがおすすめです。めでしかもこれらに豊富なビタミンやミネラルなどの栄養はカロリー源をエネルギーに変えるサポートをしてくれるんですまた同じくこれらに豊富な食物繊維というのは血糖値の急上昇を抑える効果や満腹感を高める効果があります なので野菜、きのこ、海藻を積極的に取ることで食べても太りにくい痩せ体質に近づくことができるんですよ実際私もこれらの食材を毎日意識して取るようになってから無理なく健康的に運動なしでマイナス -12 キロ痩せることができましたし10年以上その体型をキープするということができています特にサラダや汁物で野菜、きのこ、海藻を取る場合シンプルに簡単にたくさんの量が取れるとよりいいですね ただ、芋類や根菜類などは糖質が高めの野菜なので、これらは添える程度を意識することがおすすめです。でするために必要な3つの対策、3つ目です。定食の形を意識する。ここまで聞いて、脂肪細胞とかカロリーとか三大栄養素とか、なんだか難しいと感じた方もいらっしゃるかもしれません。でそんな方は定食の形で食事をとるように意識してみてください。 これだけで自然とこれまでお伝えしてきた対策をクリアできる上、栄養のバランスも整いやすくなります。では、定食の形とは具体的にはどういった食事かというと、タンパク質がメインとなる主菜、野菜がメインとなるサラダなどの副菜、キノコや海藻が入った汁物、煮物やきんぴらなどの副々菜、まあ、小鉢ですね。あと、お米などの主食というような形です。例えば、こんな感じ。 こうした定食の形を意識すると1食のカロリー量が自然と適量となって栄養バランスも自然と整うので美味しく食べるだけで簡単に脂肪を脅すことができますまた栄養がしっかりとれると満腹感が得られやすいので食欲の暴走リスクっていうのも低下しますその上必要な栄養がとれることで細胞レベルで体の状態っていうのが良くなるので基礎代謝がアップします なので美味しい食事を食べているだけで気づいたら痩せて元気に綺麗になっていけるんですよつまりこれが正しい痩せるメカニズムであって過度な我慢や根性は必要ないんですそのためこの簡単なメカニズムを知らないから太ってしまうと言っても過言ではありません このようにダイエットのためにには正しい食事バランスを身につけることが最も重要です実際私は看護師、保健師、ダイエット講師としてこの簡単に実践できる正しい食事法によりこれまで3,300名以上の方をダイエットからの卒業に導いてきましたここまで真剣に動画を視聴していただいたあなたも食べて痩せる食事法を学び3ヶ月後には過去最高のあなたを手に入れてほしいと思います現在17万人以上が登録している公式 LINE では食べ痩せ小冊子にさ や脱リバウンド動画3本を無料でで受け取ることができ今回の動画で紹介しきれなかった1万7000文字の食べ痩せ教科書何をしても痩せなかった万年ダイエッターだった方が3ヶ月で体重9キロ体脂肪率マイナス8%を達成できた食べ痩せマスターワークブック6冊実際私が食べている2週間分の痩せる簡単レシピダイエットのオンラインイベントや個別カウンセリングの特別参加券30代から60代の女性で効果を検証済 の食べ痩せおすすめ度診断ツールなどの合計7個のプレゼントを公式 LINE 限定で無料配布しています。さらに今なら3ステップで学べる食べ痩せの秘密を簡単に習得できる3ステップ動画を受け取れます。食事改善といっても何からしたらいいのかわからないというご質問も多いのでこの動画は超おすすめです。プレゼントの受け取り方はこの動画の下の動画タイトルをタップ、概要欄が表示されるので赤枠の公式 LINE の URL をタップ タップタップ後10秒でプレゼントが受け取れますすでに登録していただいている方には今後も毎月お得なプレゼントが配布されますので楽しみにしておいてくださいちなみに何で有料級の情報を無料で出すんですかって毎週のように LINE やコメントをいただくんですが私は登録者数や再生回数を増やしたいわけではなくって私のチャンネルを見てくれている人のダイエットに悩む女性を1人でも減らしたいそんな理念で YouTube 運営を続けてきているからです 1>, 1人でも多くの方に正しい食事ダイエットをしてほしいので公式 LINE の特典は全て無料です是非受け取ってみてくださいそれでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました少しでもためになったと感じた方は高評価とコメント欄に何か一言でもいいのでご感想をいただけると今後の励みになりますそれでは次回の動画でまたお会いいたしましょう